皆さんこんばんは。MSTV ニュースのお時間です。まずは二輪から。ドカティスーパーレッジエラ V4 を発表。ドカティは同車史上最もパワフルで最先端のテクノロジーを搭載したスーパーレッジエラ V4 を正式発表しました。スーパーレッジエラ V4 に搭載されている 988cc の 90度 V 型4気筒エンジンはパニガール V4、V4S の 1103ccV 型4気筒エンジンよりも2 8キロ軽量。高度走行可能な構成で224馬力を発生。サーキット走行専用のアクラボビッチ製チタンニウムエグゾーストを装着すると234馬力にまで引き上げることができます。 スーパーレッジエラ V4 はカーボンファイバー、チタニウム、マグネシウムに加え、機械加工されたアルミニウム製コンポーネントを多用しているため、乾燥重量はわずか159キロに抑えられ、重量1キログラムあたりのパワーは1.41馬力に達します。このモデルは、 わずか500台が限定生産され、すべてのモーターサイクルにはシリアルナンバーが付けられます。ヨーロッパでは2020年6月から納車が計画され、2020年以内にすべて生産される予定です。続いて4輪です。車中泊仕様のセレナマルチベッドを発売。合わせて NV200 バネットマルチベッドワゴンを一部使用向上。 日産自動車の関連会社である株式会社オーテックジャパンは人気の高まる車中泊ニーズに呼応したセレナマルチベッドを新たに設定するとともに NV200 パネットマルチベッドワゴンの使用を一部向上しましたセレナマルチベッドは2月10日より発売予定 NV200 パネットマルチベッドワゴンは1月31日より 日産の販売会社を通じて全国に一斉販売しました。全国の希望小売価格はセルナマルチベッドが323万1800円から374万6600円。NV200 パネットマルチベッドワゴンは262万4600円から271万4800円となっております。 最後にモータースポーツの話題です。2020年 MTL カップ開催決定。GSX-R150 のレンタルバイクレースシリーズ2020が開催決定しました。エントリーは先着10台限定。レース日程は、第1戦が3月21日、22日。第2戦は5月2日、3日。第3戦は7月11日、12日。 第4戦は9月12日13日。第5戦は10月31日11月1日となっております。こちら 2day ではなく前日は練習日となっております。参加費はエントリー代車両レンタル代込みで1万5000円。エントリー開始は開催1ヶ月前から。エントリーは P ファクトリーホームページにて行っております。 それでは今夜はこの辺で以上 MSTV ニュースでした。はい、お疲れ様です。は,ーいはい。はい。何があったね。<laughs> そんなことないか。いやわかんない。なんなんだろう。どっかって言わちょっと長かったな。はい。あのー。はい まずはですね、うん、MTL カップって来ましたね、g i x r 1 5 0って、はい、これって、アジアカップの車両そうですね、<木>アジアチャレンジカップで使用された車両。そうですね、これ、だから、アジアカップの方で使用してた車両を、うん、今、日本に持ってきて、車両があるので、うん、まあ何をやっていこうかっていうので、うん、なんと、そのレンタルバイ,クバイクでレース,レースを。 してもらおうっていう、うん、結構すごいね。ね。あのレンタっていうのもありますけど、ね、レンタルものを入りましたね。えっとちなみにうん、うん、マルタイでもやってるけどね。ああ<ー>一応レン,タルあ、ね、レンタル車両あるんですよね。そんなに同じものがたくさんあるわけではないんですが。<laughs> でもこれ同じ GSXR150 が10台以上ずらって。あのね、ワンメイクだと面白いものっていうのもあるんでね。うん、いろんな違うものじゃなくてワンメイクそれも。うん まあ 150cc だから<ー>なんかねそんな激しくはならないけどワンウェークって本当はね、うんえー、本当に腕の差だけでいくっていうこともあるので意外と楽しいレースができるかもしれませんよと言ってもうん、うん、最初はですね、うん、ゆったりのんびりみんなで同じマシンでこう雰囲気味わうっていうね。うん、一度あの加賀山選手が、はい あの、来て、なんかやってましたよね、うんうん、それ、ね、あんなんかあの、うん、ツイッターかなんかで見ました。あれをですね、はい、やるらしいので、今回、川上選手が来る。お<ー>今回、川上選手も来るっていうことが決定してるらしく、はい、それ以外にもゲストで何人か呼ばれるらしいんですが、うん、え、これはですね、MSTV としては、一発試しにですね、はい、小鳥ちゃんに、元ブログ、<おー> <laughs> えー、あのなぜかっていうとこの日3月22日はですね私イタリアに行っておりますおおまたあれか海外試乗会ですねあのドカティ乗りに行っておりますということで、えー、今回はですね、えー、小鳥ちゃんにちょっとこのレンタルカップをねレンタルしてもらって、うん、おレンタルしてもらって乗れるの乗るだけレースレースの雰囲気をワクワク 味わっっててもらおううかなっていうので、はい、レンタルつなぎとかがあれば、うん、そのまま自走で行って、うんね、元ブログですよ元ブログとして行ってどうやって本当にレンタルで手軽にできるのか、うん、もちろんリスクとかそういうのも、うん、あのレースはねただ単にあの楽しいだけではなくてリスクもあるので、うん、行ってみて、うんえー、どんな風にやったら安全にそのレンタルバイクでねレース体験ができるのかっていうのを、うん、ちょっと取材しに行ってもらおうかなと思っております。 でもレンタルバイク借りるんだよ、これ。費用出てるもんね。めっちゃ楽しみじゃないでも、俺だよね、え、これ転倒しちゃっても。はい。路線の転倒修理保険っていうの、ここに入ってれば。俺、俺、安いね。だから、だからといって、こういうのね。だからといって、ガンガン転んだりしちゃいけない、まずは安全にやらなければいけないっていう。ところで、でも、もしも転んでしまってもっていうために。そう、やってるんだけど、あの。 よくこうやるとねガンガン攻め転ぶ人はいるけどそれじゃあのレース続かなくなっちゃうんで小鳥ちゃんもね、うん、意識めっちゃなんか、うん、今よし <laughs> よしやっとるぞって思ってるじゃんやっ、ねな,ね、なくていいから、ねね、まずはあのみんなでねやった時に俺小,小山んと走れたらすごいねえ そんな恐れ多いことできるわけないじゃんじゃなくて安全に抜かれてくださいのだけどあの加山さんに抜かれる体験ができるかもしれないっていう貴重な機会ですねこれぜひ小鳥ちゃん行ってね収録してきてほしいんだけど視聴者の方でももうエントリーがですね始まっておりますこれ2日前に始まっててそうですねたった10代しかないのですぐ埋まっちゃうかもしれないけど今だったらまだあるかもしれないからもしね 一緒に行ってみたい方はですね。誰か一緒に。はい。番組の方に問い合わせもらってもいいです。<ー>あのこのピファクトリーに直接行ってもらってもいいですし。あの東京都内にいる人だったら、番組の方に問い合わせていただければ。まあ一緒にね、行って、えー、楽しんでこようというね。はい、レース体験をしてみようっていうのを、ちょっと番組収録するかもしれないので。ぜひですね。あのお声掛けください。はい 小鳥ちゃんと GSXR150 でエクスターカラーでねエクスターカラーがこうずらっと並んでるこの写真それだけでもやりたいでしょもうそれだけでやっぱいで大体ここに行って一緒に走れるってこと自体がいいよねはいこれちょっと番組にしましょうねはいそして MTL カップの次はスーパーレジェラかはいねこれねこれまたとんでもないマシン出てきたけど好きですねとかってやっぱこういう 行動可能にあえてんか一応してるけどレーサーというよりは行動可能だけど今あの羽がいっぱいついてるついてますねのからもうねあれだけで話題もう話題話題空飛んじゃんじゃないいやあれは下に下に行くだからようですでも俺はあれがいっぱいつくと今度あれをウィリーさせたらまくれるんじゃないかっていうテスト実はこの間やってきた ああああのあの車両であの車両でねうん、うん、これ大丈夫もうこれ放送してるときにはあ出てるあ出てない出てなあ出てないあっ十四日ギリギリジャストじゃんそう24日ヤングマシンではこの羽,羽今元 g p で使ってる羽をつけたまま、うん、ウィリーするとどうなるかってテストしてるんですそれはねヤングマシンをちょっと見てください今日発売のヤングマシンではい、えー、でもこのスーパーレッジェーラはうん、うん 俺これ価格出てないけどいくらぐらいなんだろうなってすげえ興味津々なんだけど価格,もは不思議価格もあれですけど、うん、価格出てないのに受付開始してるっていう不思議買う人は買うの <laughs> 全世界でだって500台でしょしかもシリアルナンバー入り限定、ね、限定だもんねそういう場合は買う人は出てなくても買うキャンセルできるのかどうかわかんないけどこれ 日本で問いい合わせてみたらドカティの販売店に欲しい、うん、でもこれヨーロッパだけ限定、うん、いやヨーロッパから引っ張ってくればいいじゃないそんなことできるのかなー大変、えー、カーボンホイール、うん、カーボンのフレームシャシー、うん、えーカーボンのリアーム、うん、もうね、まあ、スーパーカーで言うならばでもランボルギーニとかもあるけど、うん、ランボルギーニの中にもスーパーレッツェラーみたいなものがあって、うん、やっぱり軽量バージョンのレースバージョンがあるけど。うんうん 価格はスーーーパカなななんじゃいかとホンダで RC213VS っていうのがあったけどああいうものとね同じようなものが出てきてるんじゃないかなでもさらにね馬力すごいよね車重乾燥重量だからね乾燥重量言っちゃったね総重量にすると1 5 9キロではないんだけど1 6 0キロを切ってでも馬力が224馬力アクラモビッチつけると234。 234で車重が150乾燥重量が159ってね超速そう、うん、まあまあ今時とんでもないマシンどんどん出てくるなとあとは値段と手に入るのかどうかだけですけどね、まあ、乗りたいんじゃないですこれね500台しかないのに乗るマシンが多分ない、うん、ああもう販売で全て出しちゃう候補者まあその人に借りるしかないって感じ 日本に1台ヨーロッパに3台4台って言ったらみんなに渡す分がなくなっちゃうじゃない、えー、っていうねなかなか乗れないんでね、うん、もし買った方がいて手に入れてたらあの乗せてください NSTV <laughs> でね収録したいと思いますなかなかね乗れないね日産 V は乗れたじゃないですかああはい、ね、でもスーパーレッチエラーはねちょっと来るかどうか分かんないなデスモ・セリッチでさえ、うん、まだ乗ってないからねうん、うん そういういね車両,車両の数が少ないのはなかなか乗るチャンスがないんですよね<う>ぜひ MSTV にひあ<の>買った方は<一言> <laughs> 無償で無償でのしていただければ <laughs> <laughs> はい次はいさあ,あ次はですね日産のえオーテックからですねはいオーテック、はあ、相変わらずオーテックやってくれますね面白いものを出してきますねこれはあの MSTV モーターセンション TV としては大体こういうのが来ると必ずいち早く私がですねドキドキする いや絶対マリオさん好きそうだなと思って私があのねこれこれいいよねって私がというよりはやっぱりオートバイ乗ってる人はオートバイを車にね、うん、積むのが難しくても積むは積むんですよ、うん、で何をしてるかっていうとサーキットを回る、うん、まるでサーカツのような生活をしてるわけですよです、ね、あっちいっちゃーそうこっち行っちゃーつってその時に 泊まるとこも夕がりって今時ね、うん、宿泊まっちゃうかもしれないけど中には車中泊というね、うん、えこともあるんだけどベッドができるとなるとやってみたいって思うわけですよ、ね、ただこの場合は車両を下ろして、うん、車両を下ろした状態で夜寝るそうですね、うん、全部出した状態でベッドパタンパタンで済むかどうか分かんないですけどパタンって出して足伸ばして寝れるっていう、うん、私よくやってましたからね パーツを下ろして外に置くとか、うん、すごく怖いんだけど外で、うん、本当に駐車場で、うん、レーサーの TZ を下ろして、うん、TZ 横に置いて、うん、車の中で5人で寝たとかってありますからね、えー、全日本回ってる時にはでもベッドあったら最高よ、うん、ベッドないとこで寝てたから俺は、うんうん、というのでね、えー、相変わらず オーテックバ俺の中では夢があるまほ本当にもうアウトドアそういうのブームだからね <laughs> 私たち、ね、普通レースの人って,てかむしろそういう人向けなんですけどね、うん、もうねレース今時き全日本分かんない全日本でやってるかどうかわかんないけど、うん、普通にサーキットをいろいろ走って、うん、我々も今鈴鹿に行こうかっていう計画をねまたやってるんだけど、うん、アウトドアだから。 我々がやってることは<う>それもかなりハードなアウトドアだから、ねうん、そういった意味ではこういうね、えー、ちょっと車自体がね、うん、こういうものが出てくると必ず取り上げたくなる、うん、というのが、えー、今回のニュースでしたね。はい、はいえー、今日は3つ !3 つドカティスーパーレッジエーラーそして日産のセレナオーテックバージョン、はい、そして、えー、GSXR150 の、うんえー、レンタルバイク レースシリーズ2020、はい、小鳥ちゃんも1回目3月22日ちょっと取材のためにねレンタルバイク借りていこうよっていうのをちょっとやっています、はいうん、ぜひですね興味のある方はねお寄、はい、せいただければと思いますぜひあのー、まあ一人でね取材行くの結構不安なんで誰か来てくれるとすごく嬉しいし心強いですそうですね、はい、はい。ということで、えー、今週のニュースこれで終わりたいと思います、はい、それでは皆さんまたお会いいたしましょうさよならさよなら